は戦国時代の武将、通称、孫太郎、右京のシーン、西郷正勝の孫、正勝長男で、西郷家当主の西郷岩章の子、西郷清新は叔父にあたる、弟に、西郷正とも、正妻のほか、五妻に、とつかただはる娘のお愛、永六五年、祖父と父の戦死により西郷家は、花ウン水隊の危機に陥った、主君である、 徳川家康は、吉勝の叔父である、西郷清新に、西郷の家督を継がせようとしたが、これを、新院は堅くなに拒み、兄の子である、幼い吉勝への相続を混成。家康が折れて、吉勝が家督相続することとなった。吉勝は、新院の貢献を得ながら成長し、西郷氏は家康への忠説を尽くした。元気2年。 武田支配下の秋山虎重が三河へ進行。遠赤である菅沼忠栄の要請を受け、したら氷武宏において合戦に及んだ。懸命の迎撃戦により、武田軍を一時的に退けることに成功したが、吉勝はこの戦いで命を落とした。吉勝には男子が二人いたと伝わる。おじき吉院は今度もその男子への相続を働きかけたが、 家康は今度は認めず、真因の子である家意を西郷氏の後目と指定している。男子が弱弱であることが理由であるなら、吉勝には年の近いマッサトモという弟がいて、こちらへの家督相続も考えられただろうが、家康はそれですら認めなかった。マサトモは後に、いいなおまさにつけられている。また、吉勝は性質に先立たれた後、 家父となっていたいとこであるおいを形出に迎え、この形出との間にも一難かずめを設けていた。この形出は後に家康の側室に臨まれた。一旦真偽の幼女となる形で家康のもとへ、入った。この形出は後に、徳川幕府の第二大将軍となる、徳川秀忠や松平忠義の聖母となる、西郷局である。維持である、重勝、かつ、将軍の威父警でもある。 かつただしは、成人後には、徳川の三夜である、紀州家に仕えることとなった。ありがとうございます。